何回目だこれ、3回目ぐらいの録画ですかね。あれです、04のやつです。まあなんだかんだお金を増やしながら、というかかすみさんと連想して、金を貯めるっていう、まあ紐つかもうなんか高利みたいなことをしてるんですけど、まあそれで21万が貯まりましたと。高利ましたじゃなくて貯まりました、まあ高利ましたでもあるんですけど、でこう今ハイフロータービンか体型タービンか困ってて、なんだろうね、私としては体型タービンをつけたいんですよ。台形タービンっていうのかな、わかんないけど、台形か、なぜならレスポンスが下がろうとなんかパワーが欲しいなってのがあるんですけど、このパワーカーブって右側のこの図を、ね、見ていただけると分かるように、そんなメリット変わらなくなって思ったんですよ。まあいいや、つけるか。はい、すいませんでした。おはようお兄ちゃん、最近待ちお兄ちゃん、時々おばさんが帰ってるみたいだよって。まあそうでしょうね、毎日峠に来ては、なんだっけ、ヤバめの、ね、なんだ若いお姉さんからお金取ってるわけですからね。あ、何してるかって一応説明すると、その知り合った女性がいるわけですよね、ゲーム上でね、うん、でその人たちにメールを送るとレースをしてくれるらしいんですよ。挑戦状を送ると結構答えてくれると。今のところ断られてはいないと。でその中のかすみさんと女の人とレースをするとですね、1レースあたり9万もらえるんですね。9万もらえるとこのゲーム上結構稼げると。私はまだこのゲームの要素であるバイトをしないんですけれども、今のところカジノで稼ぐよりは結構いけると、確実にゲットできるということでやってるわけですよ。そういう生活を送ってるんですよ。それは噂流れるよねって、悪い噂でしょどうせ。妹さんですよねこのお姉さんね。何の内容を話さないあたりが嫌ですよね。暗にお前の行動を改善しろよって言ってるようですね。でも改善はしない。うん、両親がこう痛むところはあるんでしょうけどね、でも知らない。私はまた今日もお姉さんにメールを送るっていうね、ほんとね、はい、かわいそうだよな、どうすんのな。まあでもなんだろうね、お金をくれるってことはお金を持ってるわけであるから、それは取っていいんじゃないですか。お金がないって言ってるところも虫取ってなったらね、人間としてちょっとひどいかなって思いますけど、とかね、ゲームでの言い訳をして、また面白いところがあったらスキップしますっていう、面白いところっていうかね、ということで今回はあれですね、改造するのはもうインタークーラー、冷却系ですね、冷却系、ブロークバルブ、もともとついてると思うんだけどね、でラジエーターもなんか精度も分かってる気がしないけどね、はい、次いるとしたらもうあとは何、吸排気系のこのディアル、ダイ、違う、インマニ、イキマニ、メタル触媒くらいかな、ここら辺出しましょうか。だから13万、30万、46万円か、OK っていう、吸排気、まあ、人間だと息を吸って吐くってやつですね、なんかこういろいろ鼻毛だろう何だろうについてるわけですけど、人間っていうのは、まあ、それを鼻毛でもないけどね、食道とかも器官ですね、肺と周りとかね、いかにこう早く吸って早く出すかっていうね、でこう酸素の循環を良くして、なんだろう、エネルギーをより活性化するっていう、まあ、そういう役割を持つようなもんですかね、はい。適当な話だ。多分さっきつけたインタークーラーはクーラーですわ、エンジンのクーラー、ブロークバルブはなんて言うのかな、ターボをつけるとアクセルを抜いた時に、そのターボってその空気の力を利用するんですけど、アクセルを抜くともう空気出ませんよってなるんで、バーンって壁ぶつかっちゃうわけですよ。シャットアウトするんで、空気をエンジン側が、だから逆流するんですよ。で逆流されたらさ、もともとエンジンってとかって空気の流れが逆流するように作られてないからダメージ受けちゃうんですね、タービンとかが、ターボのタービンとかね。だからその空気を逃がすっていうシステムですね。これがないとトラックとかパワーのある車っていうのはエンジンにダメージ受けてしまうっていうね。ラジエーターも大体、まあ車を冷やすものでございます。ということで、なんかね、新しく増えてますね、敵がね。よかった、なんか話って進んでるみたいだね。バイトしないから、バイトしない分話が進まないのかなと思ったら、そういうことではなさそうですね。はい、誰だろう、あ、この間のお姉さんだ、ランサーの乗ってる人ですね。まあレイジーですよね、文句あるかって話ですね。やばいな、結構早く感じそうですね。
ていうことで、ね、わびな、なんワイ、ワイってあれか、私ってなくてあれね、なんでってことね。16歳でしょ、この子。すごいね。日本じゃ16歳で車運転できないもんね。ん？日本でもできるの？ダメだ。よくわかってない。よくわかってない。俺、ちゃんと調べてきます。そうなんだ。日本？ちょっとわかんないな。国際免許持ってたら16でも車運転できるの？日本で。まさか。まあ、調べてきます。さあ、ここでなんか話が進んだっぽいぞ。いつも通りお姉さんからお金をむしり取って、で、ショップに来たんですけど、なんか誰だこのお姉さん。またお姉さんだよ。この人多いな。名前出せないです。アリスガトモコですかね。なんかあのトヨタのなんかあの 2000cc スープラと同じエンジン積んだセダンとか乗ってそうですね。はい、嘘です。なんでしょうね、なんでしょうね、何があるんでしょうね、ストーリーがね、気になるわ。あ、そうそう、車いじろうと思ったんですよ。パーツ購入で給排気系でインマニでしょ、吸い込むのですね、インテークマニホールド、インテークね、内側に吸い込むやつのこの強化、液マニ、液造素マニホールド、外側に吐き出す効率です。あ、メタル触媒が買えない。ちょっと待って、こういう時はカジノに行ってたね。これもお姉さんでいるだろう、これキャラクター。お姉さん多いな。何、16万7000円欲しいでしょ。こんな勝てる賭けあるか。あら、ちょっと偏りましたね、急に。急に進むのかといって、こっちにかけるとね、どうせ負けるんでしょ。それはそれで、はい、わかりました。こういうね、はい、わかりました。スキップします。はい、ということで、メタル職場ですね、はい、購入。これ給排気は私やりたいことは全部やっちゃったんでね。あとはエンジンかな。3万、9万、だいたい23万ぐらいか。23は違うか。まあ、23、うん、まあ、うん、まあ、27、何よし、29、30、32万ぐらい貯めて、もう一回レース、来たら、32万貯めて、エンジンパーツ買ったら、大体、僕のやりたいと思ってる回数は終わりですね。さあ、今日こんぐらいにしておきましょうか。次回ですね、ちょっと新しい、この動画の中盤に来たお姉さんからなんかメールが来てましたね。ということで、それを挑戦するって感じでしょうか。はい。あと雨降ってますね。アクセル踏みすぎでスタートするとスリップします。っていうね、スリップの概念もあるんだと思いました。はい、じゃあまた今度。